これより会議を開きます。議長、井野敏郎君。議案条程に関する緊急動議を提出いたします。議員運営委員長を提出、衆議院規則の一部を改正する規則案は委員会の審査を省略してこれを条程し、その審議を進められることを望みます。井野敏郎君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。衆議院規則の一部を改正する規則案を議題といたします。委員長の趣旨弁明を許します。議員運営委員長、山口俊一君。ただいま議題となりました衆議院規則の一部を改正する規則案につきまして、提案の趣旨をご説明を申し上げます。今回の改正は、参考人が有している知識、経験等、意見の開陳または質疑によって聴取し、委員会の審査または調査をより充実したものにするとの参考人制度の趣旨を踏まえ、委員会における参考人の出頭について、オンラインによる出頭を含むものとする旨、明記をするものであります。なお、施行日は第214回国会の召集の日であります。本規則案は本日、議員運営委員会において起草し、提出をしたものであります。何卒ご賛同くださいますようにお願いをいたします。以上です。採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は可決いたしました。議長、井野敏郎君。請願状程に関する緊急動議を提出いたします。本日委員会の審査を終了した裁判所の人的物的充実に関する請願ほか489請願を一括議題とし、その審議を進められることを望みます。井野敏郎君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。裁判所の人的物的充実に関する請願ほか489請願を一括して議題といたします。各請願は委員長の報告を省略して採択するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってその通り決まりました。お諮りいたします。国家基本政策委員会および懲罰委員会を除く内閣委員会ほか14常任委員会および災害対策特別委員会ほか7特別委員会並びに憲法審査会から閉会中審査をいたしたいとの申し出があります。各委員会および憲法審査会から申し出のあった案件中、まず内閣委員会から申し出の国葬儀法案、我が国の総合的な安全保障の確保を図るための都市等の取得、利用及び管理の規制に関する施策の推進に関する法律案、サイバー安全保障体制の整備に推進に関する法律案、デジタル歳入給付庁の設置による内国税、保険料等の徴収等に関する業務及び公的給付の支給等に関する業務の効率化等の推進に関する法律案、及び新しい国の形の創造的改革の推進に関する基本法案、総務委員会から申し出の第208回国会中塚博君ほか4名提出地方自治法の一部を改正する法律案、及び
第212回国会中塚博史君ほか1名提出、地方自治法の一部を改正する法律案、文部科学委員会から申し出の高等学校等に係る教育無償化の推進に関する法律案、安全保障委員会から申し出の領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案、三木圭君ほか2名提出、防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、第210回 国会修法第7号及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、第210回国会修法第8号政治改革に関する特別委員会からの申し出の公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案、インターネット投票の導入の推進に関する法律案、選挙等改革の推進に関する法律案及び公職選挙法の一部を改正する法律案、憲法審査会から申し出の日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律案は、各委員会及び憲法審査会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よってその通り決まりました。次にただいま閉会中審査をすることに決まりました案件を除く他の案件について、各委員会において申し出の通り閉会中審査をするにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってその通り決まりました。お諮りいたします。事務総長岡田典治君から事務総長を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって許可することに決まりました。つきましてはこれより事務総長の選挙を行います。議長、井野俊郎君。事務総長の選挙はその手続きを省略して議長において指名されることを望みます。井野俊郎君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議の通り決まりました。議長は事務総長に築山信彦君を指名いたします。この際今国会の議事を終了するにあたり一言ご挨拶を申し上げます。今国会は去る1月26日に召集されて以来、各班にわたる国政の重要問題について終始熱心な審議が重ねられました。ここに諸君のご労苦に対し深く敬意を表しますとともに、議長副議長に寄せられましたご協力に対し厚く御礼を申し上げます。厳しい暑さを迎える折、諸君におかれましてはご自愛の上一層ご活躍あらぬことを願ってやみません。本日はこれにて散会いたします。